はい、私は購入いたしまして今妻を待っている状態でございます。お、来たっぽいです。なんかでけえ袋持ってる。なんか袋でかくない？ハッピーメリークリスマーキンの今日は12月25日、まあ、せっかくクリスマスなので予算1万円でプレゼント交換さあ今からですね渋谷のロフトに向かいまして、予算は1万円でございます。予算1万円で相手のために、渡すプレゼントをですね買うということでございます。だから制限時間も決めよっか、うん、着いたらね、うん、1時間とかなのかな。そんなにいらねえか。2人で見ないよね。2人で見ない、もう別々。寂しいくらい1時間寂しいですか最初30分2人でデートして、うん、その後30分探す、うん、明日見も兼ねてみたいなこと、うん、リアクションしないようにして。ああ、いいよいいよまあそういうことで、今から渋谷の方に向かいたいと思います。はい、では下見が終わりました、うん、なんとなく目星ついた。うん、ついた。おうっそ。じゃあ改めて予算1万円で相手へのプレゼントね、うん、じゃあ45分後にします、うん、よーい、スタートだ。はい、私は購入いたしまして今妻を待っている状態でございます。お、来たっぽいです。なんかでけえ袋持ってる。来たよ。なんか袋でかくない？もう難しかった。袋でかくない？難しかった。もう2つあるけど、それ1個は自分の。違うよ、全部で。あ、マジ？うん、これは楽しみですね。さあ、帰ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様。すごい人だったね、うん、予算1万円で、うん、制限時間45分でお互いのプレゼントを買ったわけですけれども、どっちからいけますか？先に見たい？それとも先に投げたい？でも、どうしよう。じゃあ俺のやつ先にお願いします。まずは、はい、こちらです。お、なんだ、サーモスのマグカップ。お、あ、でも嬉しい。本当？うん、嬉しい。さらにサーモスの 500ml 缶が入るやつ。 500ml 缶？そのままスポッて入れるやつ。あ、これめっちゃいいじゃん。冷たさ長持ち。缶のまま飲む時もあるじゃん。うん、それを缶のまま入れて。あー、いい。夏冬両方使える、これね。なるほど、500缶を入れて。そう。あ、いいじゃん。結論もつかないし。うん、かっこいいしね、なんか。本当？どう？いや、めっちゃいい。確かに、俺マグカップ、あ、俺多分こればっか使うわ。よかった。うん。マグカップ、しかもサーモスっていうのがね、信頼と実績のサーモス。そうそう、サーモスずっと欲しかった。うん。ナイスプレゼント。最後、はい、そう、そのでけえの気になってたんだよね。いやー、これもう分かんない。瞑想。結構でかいんですよね。書いてあるよ。リラフィットテーブルクッション。なんかこんなクッション。あ、そういうこと？うん。あー、これはめっちゃいいじゃん。本当？うん、これすごいいいよ。こういうことでしょ。ここにタブレットも入んの。これ最高じゃん。やった、よかった。めっちゃいい、こうやって。よかった。ソファに座りながらね。そう、みたいな。こうやって。そう。あ、めっちゃいいじゃん。よかった。めっちゃいい。嬉しい。ということで、僕へのクリスマスプレゼントはこの3点合計が、こちらです。
すごい、あ、めっちゃいい、嬉しい。よかったー、すごい嬉しい。瞑想瞑想瞑想だったけど、うん、あ、こんなに喜んでくれてよかった、うん。これ千と千尋の時にほら大阪、名古屋、福岡、うん、札幌と回るからその時必ず持ってきます。持ってく？持ってくよ、もちろん。へー、うん、さあ、ということで私のプレゼントに行きたいと思います。はい、では僕の番ですね。その中に1万円詰まってるってこと？はい、こちらに、合計金額9700円ぐらい。うわ、すごい、まあ、ちょうど1万円ぐらいですね。これですね、こんな感じで。はい、重いね。重い。なんだと思う、ちなみにその重量感。マグカップかな。開けていい？いいよ。重いよね。でも絶対に必要なものだから。おい、シャンプーだね。高級シャンプーでございます。わー、高そう、高そう。高いよこれ。これウカっていうやつの。はい、有名有名。あとこれこれね。そう、あ、これね。いつもさ、うん、パンパンに紅茶を入れて、うん、2口ぐらい飲んであと全部ほら、うん、飲まずにさ、そのまま捨てるみたいなことになっちゃってるから、うんうん、で、後で飲む。はいはい、電子レンジも OK なんだ。そう、これ蓋なんで。あ、ちゃんとしたところのだもんね。そう。ありがとう、おしゃれ男子のプレゼントじゃん。ちょっと持ち上げてみて。おしゃれ男子のプレゼントだよ。なんかプレゼントし慣れてる感じがするな。いやー、これ自分で買わないから嬉しい。そうでしょ、うん、そこが重要なんですよ。だからめっちゃ高いってことでしょ。9700。高いよ、これだけで1万円ぐらいするもんね。9000円以上する。シャンプーとトリートメントで9000円ぐらいですね。どうでした？いやー、なんかこっち系で来ると思わなかったからびっくりしたけど嬉しかった。まあやっぱほら誕生日ってその人だけの日だけど、うん、クリスマスってやっぱね2人だから、うん、やっぱこうさ、プレゼントただするよりもね、うん、ちょっとゲーム性持たせた方が楽しいもんね、うん、もうめちゃめちゃ考えて頭爆発しそうだったけど楽しかった。いや楽しいですよ、やっぱり楽しくないとね、うん、さあ、あともう一個入ってんの気づきませんでした？え？紙袋入ってないよ。え？紙袋見て、紙袋の中ないよ。よーく見てごらん。よーわっは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 。ご褒美チケット。じゃあ見せてごらん。え、見せてごらん。まだ読んでない。あ、これ何、そこのそこのそこに入ってたよ、そこの裏に。はい、いつ書いたの。ご褒美チケット。最近 YouTube をとても頑張っているので欲しいものをおばサンタにおねだりできるチケット。何これ、とんでもないチケット入ってたんだけど。最近すごいね。ほらフジテレビのさ、うん、アナウンス室のアナウンサーの YouTube 解説して、うん、YouTube リーダーになって、 YouTube リーダーになった。日夜さ、編集とかさ、サムネイルとか、うん、じゃあどうやったら伸びるのとかさ、うん、いっぱいこう俺にアドバイスをね、うん、求めてさ、慣れない作業をいっぱいやって、頑張ってるわけじゃない。これは別に本当に予算が1万円とかそんなんじゃなくて、単純に欲しいものを。何それ、これ最強カードじゃん。最強カードだよ。最強カードじゃん。おばサンタがプレゼントしますよというカードでございます。誕生日じゃなくてってこと？いや、クリスマスプレゼントも兼ねて、まあ要はご褒美だね。ご褒美チケットなんで。そんな最強、最強チケット。そう、じゃあさあ、ということで、まあやっぱクリスマスプレゼントも兼ねてるんで、うん、行くの今から。行きます。行く。行くんだ。まあどっちにしろほら、こんな荷物持って歩くのもしんどかったから、ね、ね、まあちょうどよかったけどね、一回帰って。おばさんだ。それ1万円で買ってくれたのに。まあこれはだってゲームだから。うん、そうだ、クリスマスゲームだけど。で、こっちはご褒美だから、頑張っていつも頑張ってるねというご褒美だから、今のプレゼントは俺が選んだプレゼントだけど、単純に欲しいものを選んでくださいというプレゼントなんで。そんな嬉しい。よし、じゃあ行きましょう。うっそ、だからか、だから。え、渋谷に行くの？またどこでもいいよ。あはは
ご褒美チケットで まさかの、高級ブランドさんの、はい、すいません、はい、ありがとう、うん、開封動画っていうやつですね。あ、そうですね。わあ、緑色の紙です。じゃーん、せっかくなんでつけてみて。匂いはただの新品の匂いでしょ。どう？うん、おしゃれおしゃれ、めっちゃおしゃれ。いい感じ？うん。ビッグバス。はい。ビッグバス。改めて。おばさんとありがとう。はい、ハッピーメリークリスマス。おばさんとありがとう。YouTube 頑張る。